プロに入るような選手は何も考えなくたって結果出るんですよ。考えなきゃいけないようなやつは多分プロになれないですよ。自分本位でやっても結果出るからプロになれるわけで、そうするとプロに入ってから俺このままじゃダメだなと思って考え始める人と考えもしないで結局消えてっちゃう人に分かれますね。また考える人はでも人間は相手のことを考えるより自分のことを正そうとするじゃないですか。自分が完璧じゃないからっていう思考になるじゃないですか。多分それが多分一番やと思うんですよ。これでもロッテに入った時に、はい、すぐレギュラー取れると思いませんでした？いや思いましたよ。弱いから入ってんすから